半間岩先生です。 LX の試験投資なんですけれども、少額ですけどね、勝ちました。こうですかね、ちょっと待ってくださいね。どこでどこですかね、今週はね、で、ちょっと途中で決算しちゃったんですけどね、ユーロ AUD、ユーロ AUD と CAD CHF、CAD CH、CAD C CAD、CAD CHF、CAD CHF でやった。Incoming mail。これはちょっと Incoming mail。本番のシグナルが出そうですね。これ前置きなんですよ。もし来たら次シグナルでライブ投資しますけどね。こっちはバイナリーオプションですね。こちらは FX ですね。で、このようにね、ちょっと途中で405円、200円、1万ドル、1万ドルだけですけど、試験投資ね。ちょっとまだ試験中なんですけど、これで増やしていくんですね。で、ほんの少しの資金でね。で、このようにね、投資してるんですけど、投資方法はね、このようにね、このインジケーターだけですね。で、誰でもそうなんですけど、FX も基本の投資の仕方ですね。戦略は各自違うんですけども、一応勝ちましたよと。本当はほったらかしたんだけど、まだちょっと試験投資なんで、ね。で、まあこんな風に勝った、こうに勝ったとかね。まあ実際片方だけだったんですけど、と、こっちね、こっちでね、途中で計算して。ここら辺で出たんですよね。で、ここで勝ったんですよね。ちょっとだけでね、やめちゃったんですね。もっと置いていけばもっと稼げたんですけど、まあそういうことで、これでしたっけね。まあこっちだったかな。こんなに下がって上がってきつかったわけですね。だけど勝ったわけです。これで決算。ここをシグナルに来て。これも攻撃でちょっとだけですね。ということで勝ちましたよ。これも勝ってますよということですね。これ投資してないですけど、これはね。投資方はね、こう見てもわかるんだけど、勝率 81.3%、1年間で16回取引がありまして、平均利益ピップスですね。このシグナルの、シグナルピップスがここまでね、で稼げるピップスなんですけど、平均343ピップスなんですよ。ね。戦略方法は、各自ですね。なんか知らないけども、テクニカル分析でこういうシグナル作ったの。で、ここから、心までね、で何回勝ったかとかね、そういうここですね、こう勝ってるわけですね。でここに勝率が出るわけです。80ね、あと平均ピップスが34.30ピップスですね。で誰でもやる投資法なんですね。このように勝率を見て自分のね投資戦略ね、みんなありますでしょ。それをプログラムしてその勝率をね、実際に本当にどんぐらいなのかっていうこと、1年前から現在までね、今後は分かんないですね。私のはね、で今後のね稼ぎ率はこの3分の1です、ねね、3分の1です。 70% 以上の分析で10個以上の取引が1年間にあるものを表示してますね、の方法の戦略で投資してます。でこれライン数ですね、ライン数、これは中の設定値です、一部ですね。片寄せボリンジャーパンドってあるんです、表示されてませんけどね、その値です。で
あの戦略は各自いろいろあると思うんです。その自分の稼げる手法ね、手法をプログラムしておくんですね。それで勝率を出させるということですね。戦略は秘密だからね、各自ね。で、ということですね。でこれ、こういうのも、まあ、こっちでいいのかな。こういうのでも、勝率83ね、12回取引が出てる。ここにシグナル出てる。これ負けたわけですね。ここシグナル来たんですよ。で、ここで負けちゃったってですね。ほったらかしたらもっと儲かったけど、しょうがないですね。でこれはこっからちょっと買ってるよ。だけども平均 339.8 ピップス、ね、1年間のね、このシグナルが出てから稼げる平均ピップスね。だからこの通り投資していくだけなんですね。で、この3分の1ぐらいですから、今後は分かんないから落ちるんです。3分の1ぐらい落ちるんだけど、100ピップス稼げるでしょ。ね。この戦略は破れない限りずっと通用するとは分からないから、その時にはまたねプログラムするんですよ。自分で戦略方法を見つけ出すの、その繰り返しね。だからこの戦略はいつでも通用するか分かんないですね。再来年ぐらいまでかもしれないね。ただまた考えるんですね。分かります？戦略が通用するまで自分の戦略は、勝率が上がらなくなっちゃうかもしれないから、勝率がね。で今出てるのが1個2、3、4、5個出てるんですよ。他は全部出てないの。赤がこのコードね、コードになってるんで、赤は、赤とコードはね、探してないんで見つかんないんですね、これね。出ててもこういうふうに 44.9% 49かマイナス45ピップスなんですよ。 45.1 ピップスってなってますね。これは出てるね。85.7% 出てるけど、7回しか通ないと。10回以上じゃないから、で平均ピップスは77.3かな。相当ひどいんですね、利益がね。ね。あ、73かな。ということで、赤にしてます。一応、分析はね、このように 70% 以上で10個以上の取引、1年間でね。で、300ピップス以上ですから、1回の平均値がね。で、おのおの戦略、これは浜井先生のいつまで通用するかわからないけど戦略なんですね。こうやって FX はみんな投資してます。ね。勘でやってる人は、全部ダメですからね。仲間からテレパシーを教わってたり、保安もできないんだから自分でね。こういう難しいプログラムができない人は保安も取れませんから。だから、YouTuber で売れてる人いるですよ。あれと同じ。芸能人も売れてる人ですよ。あれ全部汚職だから、ほとんど。うん。全部汚職ですよ。芸能人とかいうのも、ね。ほとんど世界中。大金稼いでるのはね。そんなもんじゃ稼げません。芸能人ぐらいじゃ。保安力って100倍ぐらいかかるんです、仕事の。ね、人にやらせなきゃ、ね、自分やったら仕事なんかできやしない、大変なんで、もっと大変になっちゃうからね。だからシードしかないんですね。だそれと同じに、普通に人間の場合は能力的に2倍ぐらいしかないから100人に1人ね、できる人が いるんだけど、半長ぐらいだから給料2倍ぐらいが精一杯ですね、守るのが人間の場合だから。普通の人間の給料の2倍以上稼いでる人はみんな八百長、汚職です。実際上はね。ということで。私は上の生物なんだよ、貴族でね。違うんですけどね。自分でやってます。だから、めちゃめちゃに攻めてくるでしょ。死人もよく出てくるんですよ。定期的に、ね、死人が、ね。福島原発もこっちいるんで攻められてやった事故じゃないんですよ。私の方の攻撃。ね、東海村もそうだし。あと、マレーシア航空機で私がリゾート買おうとするとき、したいということで、打ち合わせしてて、マレーシア航空機撃墜があったりする事故。これは私の攻撃で、私が買おうとしてたんで。で、一番弱い方はね、まあ、今回乗る気はなかったんだけども、
それで保安を外したんですよ。したら撃ち落とされちゃったね。だから乗るときは保安取るから大丈夫だと思うんだけどね、外しちゃったら、保安外しちゃったところはやられちゃってました、ね、そんなことですね。このように FX の投資方法は投資します。簡単ではないです。大学の理数系は卒業してないとこの電算機のプログラムはできません、ね、こういう稼げるプログラム、自分のね考えて戦略出してプログラムって難しいんです。だから大学の理数系は卒業してください、ね、ということですね。あとテレパシーでね、教わってやったり保安を全部助けてもらってるって、これ芸能人なんかとかそういうのもそうなんだけど、稼いでる人をね、こういう難しいものやってないで、ね、一般のテクニカル分析ぐらいでやってる人はギャンブル投資です。またバックで助けてくれなければ 100% 稼げません。で、全体的にそういう人は、総合的にやってる人はほとんど損してます、負けてますね。代表になってね、人が集まって応援する人がいて稼げてるわけですね。わかります。バックは保安とか助けてもらってるわけです ね。そういう人以外は難しいねプログラムとか計算でこういうな、ね、インジケーター作ったりできない人は稼ぎません、絶対ね。ということです。よく気をつけてください、投資方法。私は世界バイナリーオプションのスペシャリストの先生なんで、正しく教える義務がありましてね、そういうのをもらって世界スペシャリストの地位となってるわけです ね。それはよく、ただ聞きたくない人は聞かなくていいです、ね、怒ってこられたら困るしね、ということ。ちょっとまた家の妹の殺人者がね騒いで捕まったら処刑なんだけど、死刑なんだけど、徹底してね父の殺害毒殺をねかばうんじゃなくて、私もやられたんだけど共犯なんですね、一緒にやってるんですね。それで逃げてますから、しょっちゅう僕を殺そうとしてまして、近くにいるんですね、やっぱり茨城の方にいるんで、霞ヶ浦のもっと向こう側ですね。私は海の方です。太陽側ですから、ね、鉾田市の方ですかね。そんなことでしょっちゅう危ないんですね。命狙わそうとするんで、殺人をね逃げようとするんだけど、無理な話でね。で、相手の旦那さんが裁判官なんでね、やっぱグルで、で父は毒殺されたんでね、で緊急にメルセデス・ベンツでね別荘行ってて、そこから緊急電話をもらって亡くなったんですけど、警察も共犯で絶対捕まえないんでね、徹底してて、警察今度私に、なんかでっち上げのね犯罪つけて刑務所を送るぞなんて言ってやってて、もう前もって言ってたんで、警察がね邪魔して絶対抑えないんです。もう何十年もやってるんだけど、ね、そんなことで私もね警察の仕事を管理職やってますので、ね、IBM の研究所にいた時を取締役とするとセクモの管理職まで二十歳代で勤めてましたからね、警察の FBI みたいな仕事をやってました。そんなことで、ね、警察は聞かないんで、で犯罪の大きいのはもう役人だから警察官が一番多いわけです。で、それが来てるんで、殺人者も捕まえられないんですね。警察官が犯人だから。そんなことでね。で、今回の FX の投資方法はこういうふうにしてやってますよとみんなね、お教えしてます。で、分析できない人はね、知恵遅れだよということを、ね、知恵遅れの人しかやってませんよということをよく反省してというか、ね、でテレパシーで情報もらってやってるだけで代表は勝ってるだけだと全然意味ない
ね、ということだよということを知ってます。どうもありがとうございました。